東京五輪銅メダルのボクシング並木月見、2戦連続 RSC で決勝進出、純粋に楽しめている。アマチュアボクシング全日本選手権。アマチュアボクシングの全日本選手権第4日が26日、東京、墨田区総合体育館で行われた。女子ライトフライ級準決勝では、東京五輪フライ級銅メダリストの並木月見、自衛隊、が堀放水、日体大、に3回2分37秒で2戦連続の RSC、レフェリーストップコンテスト、勝ちした。2年連続2度目の優勝へ、27日に決勝が行われる。並木が力の差を見せつけた。時折被弾する場面もあったが、サウスポーから繰り出される左ストレートを着弾。右ボディの連発で主導権を握り、反撃に出る相手のパンチを冷静にブロックした。3回、コーナーに詰めて連打。この回2度目のスタンディングダウンで RSC 勝ちを決めた。今回はいろいろ試したい大会。1分間でやることを変えたりした。自分らしいボクシングをやる反面、いろんなことをやる。ガードをしっかり固める防御技術も披露。攻防ともに上回った。海外で上に行くには引き出しが必要、とあくまで世界一を見据えている。体重51キロ以下だった東京五輪のフライ級から、2024年パリ五輪で新たに実施される50キロ級に転向。今月上旬のアジア選手権、ヨルダン、で準優勝した。ショックもあったが、今は気持ちも晴れている。すっきりして入りました。ボクシングを純粋に楽しめている、と気持ちを整理して臨んだ。多くの日本代表選手が欠場した中、14日に帰国した並木は強行出場。今大会の優勝者とアジア選手権出場者が、五輪予選を兼ねる来年9月の杭州アジア大会への代表決定戦、2月に進む、しっかり50キロ級を取りたい、日本で50は並木、としっかり印象付けられる試合にしたい、と気を引き締めた。並木月見が全日本選手権の初戦で3回 RSC 勝ち強行日程も完勝、すごく状態が良い、ボクシング。ボクシングの全日本選手権第3日が25日、東京、墨田区総合体育館で行われ、東京五輪女子フライ級銅メダルの並木月見、自衛隊、が初戦の女子ライトフライ級準々決勝で、工藤もみじ、日体大、に3回2分56秒 RSC 勝ち。2年連続2度目の優勝へ、26日の準決勝では堀放水、日体大、と対戦する。アジア選手権、1日から12日、ヨルダンアンマン、で準優勝し、14日に帰国。他の日本代表選手の多くが欠場する中、強行日程でも出場した並木は1回は細かいステップを踏む工藤にやや苦戦した。それでも2回にスタンディングダウンを2度奪うと、どんどんプレスをかける。試合終了間際にワンツーをクリーンヒットすると、レフェリーは試合を止めた。並木は、初戦にしてはいい感じに動けた。アジア選手権からの流れで、すごく状態が良い、と笑顔で汗を拭った。東京五輪の経験から、アジア選手権と全日本選手権を一つの長い大会と捉え、開催期間の長いパリ五輪を見据える。15日から練習を再開し、疲労感もあるけど、今の 100% を出せるように、